皆さんこんにちは。今回はアイキャッチオンラインのプレイ動画を紹介していきたいと思います。自分のチャンネルではトレバの動画をですね、多くアップしてるんですけども、今回は、オンラインクレーンゲームのアイキャッチオンラインをですね取り扱っていきたいと思います。で、今前の方がプレイされているんですけども、この、台をですねチャレンジしていこうかなと思います。で、右下にプレイチケットの枚数あるんですけど、今回6枚持ってるんですね。で、アイキャッチオンラインって基本的には毎日1日1枚プレイチケットをもらうことができて、1週間分貯めることができるので、まあ、6枚とか7枚貯めて、プレイされている方多いかなと思います。で、自分もそんな感じで、1週間貯めてはプレイしているんですけども、その獲得動画紹介していきたいと思います。で、今回はね実はちょっとテーマがあって、ラグです、かなりねラグがひどかったので、トレバではあんまラグないんですけど、アイキャッチオンラインで起きたラグとかね、現実とかをちょっと今日は紹介していこうかなと思います。さあ、順番回ってきたのでやります。まず1点目ですね、一番奥、この画面でいう上の奥のところですね、の景品狙ってプレイしていこうかなと思っております。この画面の右上のところですね、やっていきたいと思います。まあ、いいところ入ったかなと思うんですけど、こんな感じですね。はい、手前の箱どいてくれたので見やすくなったんですけども、この奥の箱を狙ってやっていこうかなと思います。あとちょっとね、見にくいと思うんですけど、バーにちょっとしか乗っかってないので、うまい状態で、アーム入れれば取れるかなと思ってます。さあ、2点目ですね。こっからねラグひどくなります。1点目かなりね狙い通りに止めることできたんですけど、こっからねほんとラグがひどくなったんですよね。これもねずっとボタン押してたんですけど全然動かなくて、急に動き出して、まあ、こんな感じで全然違うところにね行ってしまったんですけども、ちょっと話それちゃうんですけど、トレバって自分プレイしている中では、特にスマホでプレイしてるんですけど、ほとんどラグって感じなくて、まあ、たまにほんとごく稀にありますけど、ほぼそのストレスなくというか、狙ったところでちゃんと止まってくれるような感じなんですけど、やっぱ他のねオンラインクレーンゲームは結構ラグがありますね。で、アイキャッチオンラインはそこまでひどい感じは自分はなかったりするんですけど、これも見てください。これ止めてるんですけど全然止まらずに動いちゃうんですよ。これ奥も見てもらいたいんですけど、もうここで手離してるんですけどずっとそのまま動いちゃうみたいな、これねプレイされている方だとあるあるだと思うんですけど、まあこういうことが平気でねあります。もちろん自宅とかのネットワークの状況とかにも当然よると思うんですけど、まあ、トレバでねプレイしているネットワークの環境と同じでプレイしてもこれだけラグとか起きちゃうので、まあ、ここはね、まあ、トレバが素晴らしいっていうところと、あとは他のオンラインクレーンゲームだとやっぱこういうことが起きちゃうよねっていうところはあるかなと思います。で、次やっていきたいと思います。だからこの辺りからはねもうラグとの戦いになるんですけど、まあ、これもね、まあ、横移動に関しては良かったんですけど、奥移動に関してもこの辺で手離してるんですけど、そのままね行っちゃうんですよ。だからこれがねやっぱ他のオンクレの、まあ、悩みというか、まあ、現実こんな感じなんですよっていうところをちょっと紹介させていただきました。で、かなりねラグひどくて、まあ、アイキャッチオンラインもラグない時は全然ストレスなくというか綺麗にねプレイできる、むしろそっちの方が多いんですけど、まあ、ダメな時はダメですよねっていうところはあるかなと思いますね。で、まあ、プレイチケット使ってプレイしてるの、これ2枚なんですけど、ちょっと一旦ね、これ自分の自宅の Wi-Fi 切って、この後プレイしてます。で、今この後、Wi-Fi 切って、やってみようかなと思ってるんですけど、まあ、こんな感じなのでね、特に、まあ、トレバだけやってる方はいいんですけど、まあ、今後他の、オンラインクレーンゲームもやろうかなと思ってる方は、まあ、こういうところは、まあ、覚悟しながらやる必要があるかなと思ってます。で、Wi-Fi 切ってね、プレイしてみたんですけど、ここからはですね、むしろ安定してできるんですよね。だから自宅の Wi-Fi がちょっと、まあ、安定しないような時は Wi-Fi 切ってやるとかがいいかなと思います。で、こんな感じで、獲得できましたね。はい、なので、まあ、多分2手で取れたかなっていう感じだったんですけど、まあ、こういうね、ラグとは戦わなきゃいけないですし、あとね、まあ、景品獲得したんですけど、これ獲得画面にならなくて、まあ、コンティニューボタンが出てきて、この後総理とかね、出てきちゃうんですけど、まあ、やっぱ発展途上の、クレーンゲームなのかなっていう感じはまだありますかね。やっぱトレバが、先に行ってるっていうところはあるんですけど、まあ、他のオンラインクレーンゲームはまだ、まあ、こういうところのネットワークのね、ラグとかも全然あるなっていうところをちょっと今日は紹介させていただきましたけども、まあ、毎日プレイチケットもらうことができるので、今後やってみたい方は、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで今回はアイキャッチオンラインの、獲得動画紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。